五輪の豊かさを実現する言葉。65。自分のやりたいことを実行する。危機物語。私は自分のやりたいことを知っているので、それを実行します。あなたは自分の望むものは何でも手に入れることができるのです。ですから、あなたがしなければいけないことは、ただ自分が何を欲しいのかを決定するだけです。あなたはいくらの月収を夢見ていますか？また、どれだけの責任を負いたいと思いますか？他人から認められると、うまく仕事ができるならば、それも自分の夢に入れ、多くの自主性と自由が欲しいならば、それもまた求めてください。また、自分がはっきりと決められた枠にはまった仕事で成功するのか、それとも変化と多様性を望んでいるのかを自分に尋ねてください。それでは、これからアファメーションを行います。体を楽にし、ゆっくりと深呼吸しましょう。静かで穏やかに落ち着いて、いい気分になっています。吸う息に乗せて、この言葉を自分のハイヤーセルフのところへ持っていくと想像し、吐く息に乗せて、この言葉が現実化する外の世界へ解放していると想像してください。では、これから68秒間、この言葉に集中しましょう。私は自分のやりたいことを知っているので、それを実行します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 。